トマソ・アントニオ・ビターリトマソ・アントニオ・ビターリは、イタリアのバイオリニストにして作曲家。父も有名な音楽家、ジョバンニ・バティスタ・ビターリである。1674年に、父がモデナのエステ家の宮廷副学長に就任すると、ビターリも同行し、翌年には、宮廷楽団のメンバーとなった。アントニオ・マリア・パッキオーニから作曲法を学び、1707年には、 宮廷学長に昇進した。その百7 4 5年に死去するまでモデナに留まった。弟子にはエバリストラ・ラーバコ、ジャンバティストスナイエ、ルカ・アントニオ・プレディエリラがいる。彼の作品はすべて気学作品である。ソロ作品やトリオ・ソナタといった作品は彼の父やアルカンジェロ・コレッリの影響を受けている。主要作品に二つのバイオリン、チェロ、 通奏低音オルガンのそなた作品番号1や、バイオリンとチェロとチェンバロのそなた作品番号4がある。ありがとうございます。